クズルウルマク川はトルコを流れる川。トルコに水源と河口の両方がある川としては最長である。クズルは赤を、ウルマクは川を意味する。つまり、赤い川という意味となる。水力発電に使われている。水深が浅いので船舶の航行には適さない。クズル川は東部アナトリア高地を源流に延長 1150km をほぼ右回りで、 反周して、黒海に注ぐ。はじめは西あるいは南西に流れ、ハリス川の曲がりと呼ばれる場所で流れを、西から北西へと大きく変える。それから、トゥズコの北東を通って、デリージェ川と合流する。そこからジグザグに流れて北西に進み、デブレズ川と合流する。そこから北東に流れを変えて、黒海に注ぐ。紀元前600年頃のメディア王国筆体とは、 この川をマラシャンタと呼んだ。アナトリア半島西部のリディアと東の大国メディア王国の国境がこの辺りであり、紀元前585年にメディア王国がリディアに攻め込む戦争があったが、偶然起こった日食に不吉を感じて両国は和平し、この川が国境と定められた。紀元前547年、メディアにとって変わったアケメネス朝の君主キュロス2世が、 リディアに攻め込んで属国とし、国境としての意味は失われた。ありがとうございます。